先生、ただ今回ね、僕非常に面白いと思って、面白いって言ったらちょっと語弊があるんだけど、今回はいわゆるその不具合とか欠陥ではなくてね、トヨタが意図的にそういうふうにプログラムを設定したわけですよね。分かっててって変なんだけど、滑ることが分かってたって言いませんよ。ただその方がそのコンフォタブルである、その方がそのガガガガならないし、その方がかえっていいだろうと思って、でしかもハードウェアじゃなくてソフトのその設定のレベルを下げたと。その結果使ってる人が、でそれもある特殊な条件下でっていう言い方のようですけど、一部滑るところが、路面があった時にこう滑るっていうのは、その、スリップしやすいような路面があった時に起きると。そうするとこれはその不具合とか欠陥とかっていうよりも考え方を間違えたっていうふうに考えることなんですか、これは。そのトヨタ側が余計なお説教をして。トヨタはもちろんですね、テストコースでこの ABS のフィーリングについては十分に検証してるはずですよね。こんな感じだと、これでいいだろうと。ところが、ユーザーの全員じゃありませんけれども、一部ないしかなりの割合がこれはおかしいっていうふうに言ってきたと。で、当初はいや、そういうふうに分かって設定しているんだって話だったんだけど、ことが大きくなってきたので、当初は個別の対応を考えていたところが、リコールになっちゃったリコールになってしまったということですよね。だからそこは、畑村先生もおっしゃるように、このプロセス自体はね、そんなに不健全ではないと思いますよ。良かれと思ってやったと。で、いや、そういうふうにやってるんですと。ジムさんが文句言ってきたと。いや、でも分かってるよ、そういうフィーリングしてるんですよと。なので、どうしてもそれ嫌だったら変えよまかすれかと思っと。てやったんだけど、お嫌いだったら直しますじゃダメそなんうでですね。す。いや、だから最初はそのつもりだっそのつもたんりでだっす。た。お嫌いだったら直しますと。そこはそこが面白いと思うんだ。ちょっと違う僕は意見持っててですね、基本的にそういう方向で考えられるっていう点はたくさんあると思うんですけどね、このリコールっていう問題がずっと出てきた背景に、どうもその、早く新しい型のものをですね、これ自動車に限らないんですけど、新製品をとにかく世の中に出すと、その要請がね、非常に強くなってき消費た、者の要請が、消費者もそうですし、マーケットの要請マーケというットのか、要請が、それが強くなってきたこととね、このリコールっていうことが非常に起きてきてるってこと、世界的な意味なんですけども、関係があるっていうことを言ってる人がいるんです。これはドイツの論文読んだことがあるんですけどね。で、それは特に一方ではその早くタイプ新しい新型にして消費者にそれを引き付けて買ってもらうっていうのはあるんだけど、もう一方でその制作する方もいろんな、多国籍で部品を作ったりですね、してるうちに、ドイツなんかの話でも中身がどうなのかがなかなか分かんなくなってきてる。で、とりあえずだから出してみてですね、そしておかしかったらそこでリコールをして調整する、先ほど調整って話、そういう方向にどうしてもなりがちだっていうことが一つの、原因だっていうことを言ってるんですね。で、それは面白いと思いましてね。で、つまりゆっくりと使ってもらってね、例えば非常に悠長な話ですけども、2、3年使ってもらって、それでどうだったんですかっていうことをやって、新たな流通に置けばね、こういう問題ももう少し違ってたかもしモれない。ニターみたいなやモつニね。ターみたいな。それから昔、それこそフォルクスワーゲン、これ僕も間違ってるかもしれないけど、ずっと戦後同じ型でやってて、新車出さないっていうようなね、そういう戦略だったような話聞いたことあるんです。ああいう形だと余計ね、安全性がどん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 高まっていく。問題があればの直していくし。ところが、もう早く型を変え、どん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 変えてってやってって、その競争もあるんだと思うんですよ。そのために早く出すっていうことをやっていくうちに、それが、その問題はリコールっていう形で解消していくというのがどうもこうくっついてきちゃってると。僕、先生もおっしゃったことすごく本当だと思うんです。というのは、僕ドイツ車が好きなんでね、やっぱりドイツの車政策に関する、論文とかいろいろ読んだことがあるんですけど、日本車がね、一時期80年代ホンダをはじめとしてですね、自動車の接地面とかですね、角度とかをですね、電子制御でコントロールするっていうふうな、そういうサスペンションを作ったんですね。で、ドイツではこれは邪道である。www.videonews.com